はい、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。昨年はイベントにたくさんの方来ていただいてありがとうございました。今年もまた楽しく面白くしていきたいと思いますので、皆さんぜひ当店へお越しください。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、芸人小池健太でございます。僕はですね、こうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、マネージャー、はい、オーナーの挨拶ひどいな。いや、びっくりしました。もうただでさえ白すぎて内容入ってきてなかった。フリース着てるやんみたいな。最初の新年の挨拶も終わって、うん、もう終わりだと思ってありがとうございましたって言ってました。今もう裏で下向いてますよ。ということで、今日は、はいはい、何を今日はね、橋まりさんピックアップ会。はいはい、セルフうどん関といえばやっぱ美味しいうどんはもちろんなんですけど、はい、橋まりさんにやっぱこうこの店のね顔になってもうてるというか、はい、うん、いろんな皆さん印象があると思うんで、うん、今日はもう橋まりさんのあれこれをちょっと聞きまくってやろうかなと。ああ、わかりました。好きな男性のタイプを教えてください。タイプこんな感じでいくから。好きなタイプは具体性なのか、うん、誰かの名前なのか。あ、分かりやすい例でもいいですし、うん、こんな人が好きやみたいなのもいいですよ。 V6 の岡田くん。めっちゃ面食いや。めちゃめちゃ面食いですよ。めっちゃ面食いです。あ、かっこいい人が。かっこいいというか、うん、もう小学校から、うん、もう岡田くんはずっと好きなんで。おー、どこが好きなんですか。顔。でも意外やね。なんか僕、ね、橋まりさんってみんなのイメージですよ。はいはいはい。ほんまにええ人なんですよ。どんな人ですか。これ分かるでしょ。分かります、分かります。だから顔って言うと普通によう考えたらね、うん、よう考えたら接客やからそりゃそうなんです。はい、アイスをいいわ。もちろんそりゃそうなんですけど、もうオーナーかってみんなアイスをいいですよ、ここの人。うん、ほなけどひときわなんか笑顔の印象があるから絶対男は性格で選ぶと思ってる。まあ確かに。1ヶ月、はい、1ヶ月付き合って遊べると。付き合って遊べる。うん、もうその代わり、うん、ここやめろって言われたらどうします？ここやめろ、店やめろですか？はい、全然やめる。オーナー聞いたかいな今の。橋本さんやめてもうこれ。ジャニーズにはかけ。でも橋本さんよりちっちゃいんじゃないですか？ちっちゃいです。岡田君ってそんなに背高な？高ないです。私よりちっちゃい。私小学校からなんで、はいはい、いつの間にか抜いてたの。YouTube どんなの見るんかとか。YouTube、うん、最近はちょっと外出るに、うん、すっぴんではやばいなと思い出して、はあはあはあ、美容系とか。あ、見るんですか。見ます見ます。メイク動画とかすごいなと思いながら見るんですけど、うん、あとはなんか知らんけど最近自分にはないものを見たいと思って。自分にはないものを見たいと思ってキャバ嬢の動画見てます。何？え、キャバ嬢が何載せてるんですか。いや、キャバ嬢の人がどういう接客をしようとか。え、接客とか取り入れるってことですか。いや、取り入れるじゃないですけど。普段の接客に。横ついたりするんですか、うどん食べようやつの。違う違う。自分では、何ですか、違う世界すぎて。あ、まあね、どんな雰囲気なんだろうとか、どんなことをされてるんだろうとか、うん、普段ね、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。うん、まあ、美容系、それこそ美容の話とかもそうやけど、うん、そういうな会話の話、会話、うん、どういう話をしてるんだろうとかすごい気になって。確かにない触れることない世界ですね。そう、触れることがないんですけど YouTube だったら触れれるんで、思った便利やな YouTube。 確かにね、橋まりさんってこう普段もうお仕事でうどんの蒸気すごいからお化粧できないじゃないですか。だから普段すっぴんで見せたとんが橋まりさんのスタンダードになってもうとん。でもほらお化粧しますやんって話。お化粧もするし、お化粧もするししたいなって。そう、こっちをねもっと僕は知ってほしいですよ。けどほんまに化粧して私服でおったら誰も気づかないです。やっぱり。僕結構見たことありますけど普通にガッツリ化粧しますもん、ね、しますかね、うん、ガッツリなんですかね。ガッツリしてると思う。しますかね。ちょっと、あ、じゃあそのキャバの YouTube 見終わったら今度ねキャバマリ企画やりますよ。どんなんですか。やんないです。
火ここでつけてからこうライター持ってきたりとかこういうやつやってもらったり。好きなお笑い芸人って言います？芸人？うん、けどめちゃくちゃ高校生の時とか、うん、それこそベース吉本が流行ってたんで。やってたよ。そうそうベース、そのベースの高校の周りがもうみんな好きだったんで、はいはいはい、そこら辺はやっぱりちょっとかじってたかなっていうなので、うん、けど漫才が好きなんで。あいいですね。中川家が好きです。あいい、もう西やね、だから。そう西めっちゃもう元祖の。もうザ・しゃべくりの漫才みたいな。ベースとかも好きだったけど、もう最終的には中川家さんが大好き。それこそもう新喜劇の、うん、もう王道みたいなのが好きなんで、うん、でもね、あのベースを追っかけてる女子って悪いとこあるの知ってます？芸人のことをくん付けで呼んでるんですよ。ああ、まあ確かにそうですね。あれそう、これもあるあるでしょ。くん付けだったんですか？うん、そう、ランディーズの中川くんとかすぐ言うから、くん付けで呼ぶんよ、ベース。あ、そうなんや。やってないです。わしない。あ、ほら、ほら、痛ない人じゃん。そこまで、あの劇場まで足運ぶとこは、ああ、よかったです。テレビの前で応援してた。ああ、いいですね。そうです、そうです。あ、ほら、お笑いは好き。好きです、めっちゃ。これは普通に気になってたんですけど、はいはい、なんでうどん屋さんやってるんですか？なんでうどん屋さん？もともとは、子供がちっちゃい時、まだ1歳とか1歳半の時に仕事を探してて、うん、全然どこも取ってくれなくて。あ、取ってくれんかったんです。全然時間が合わんとかじゃなくて、なくて子供がちっちゃいからって言うて。あ、なるほど。全くもう保育所も決まってないし。あ、ほらほら、ちょっとわからんからねみたいな理由で。そうです、バタバタしそうやもんねみたいな。ちっちゃい子がおるんだったら誰か見てくれる人いますかって言われて、そんなんも全然で、はいはい、だからもう何も、もう面接もしてくれないまま。あ、ちょっと今回は、で断られ続けて、断られ続けて、うん、でやっと受かったのが、それこそオーナーがその時店長してたんですけど、うん、電話したらオーナーが出てみたいな。おうおうおう。でそれで採用されたみたいな。あ、オーナーからすればそのもうおいでよっていうことだったよね。おいでよっていうか、まあ、面接しますとは言ってくれたんで、はいはいはい、面接行ったらオーナーがいたみたいな感じです。あ、じゃあそこからの出会いで。そうですそうですそうです。ほな、もう一発目が例えばゲーセンやとしたらゲーセンの人になってた。そうですそうです。もう普通に雇ってくれるんだったらどこでも行きますっていう感じだったんで、ほんまに仕事がない。ほうね、どこも雇ってくれないっていう。私が探してる時はそうだったので。あ、ほらすごい巡り合わせというか確率で、ね、そうですそうです。もう断られてたらもうどうしようみたいな感じでは、うん、もう仕事がないから。そうですそうです、拾ってくれたんでっていうのはずっと言ってるんで。南海キャンディーズと一緒の言い分やね。そうなんですか。山ちゃんが拾ってくれたって言ってるのと一緒やね、しずちゃん。そうなんですずっと言ってる、あ、ほら、そうですそうです。それはもうずっと言ってます、拾ってくれた。ちょっとまた、今日は動画なんで、はい、一応ね、様子見した質問にはしてるんですけど。様子見です、はい、初めて行ったラブホテル聞いたらどつかれましたからそこはカットということですけど、またね、出ていただけたらと思います、はい、ほらまたこんな企画もやりましょう。今日は以上です、ありがとうございました。橋本さん、お疲れでした。お疲れでした。ちなみにオーナー好きなタイプどんな人ですか？自分の好きなタイプ、カリナ。カリナってすごいですね。2人のいいお人柄が全部出た動画じゃないかなと思っておりますけど、いつか橋森さんはうどん屋さんとは別でカフェもやりたいとかね、そんな企みもあるそうですよ、ということでこれからもセルフうどん席に皆さんぜひ行って美味しいうどん食べてくださいということで、以上です。ありがとうございました。